最高峰となっています。さあ現在前の位置は2番の亀川が先頭、2番手に入った3番の森、1番の石井は3番手となりまして、6番の三宅、5番の高木は5番手、4番の戸田、そして最後方に7番の田中。2コーナーからバックストレッチへと向かうところ、そう内側から1車上げようと7番の田中。今金が入って3コーナー、先頭は2番の亀川です。その後ろ3番の森が2番手回っています。さあ後ろを気にしながら3番手、1番の石井、5番の高木が上がってきました。合わせるように1番の石井、さあ共に前を伺ってきます。5番の高木が先行となりますか。内側突っ張っていく1番の石井、最終周回2コーナーへと向かいます。5番の高木先行策、そして2番手1番の石井入りまして、2番の亀川現在は3番手、さあその番手の位置からは1番の石井がまくり発動、3コーナーへと入っていく、さあ5番の高木に並びかけていく、5番の高木そして1番の石井、両者一歩も引かない、その並走の後ろ2番の亀川直線へと帰ってきました。1番の石井が先頭に変わっていますか。1番の石井高子、外からは2番の亀川、内に5番の高木、